サマ32マイナス32サマイナス32は第二次世界大戦中にアメリカ陸軍航空隊向けにブルースターエアロノーティカル社が試作した攻撃機である。性能列枠のため採用、量産には至らなかった。サマイナス32はブルースター社がアメリカ陸軍向けに制作した唯一の機体である。胴体内に 爆弾層を装備した重力単発の短座攻撃機で2000馬力級のエンジンと合計8問の機関砲を搭載し、地上攻撃の他戦闘機としても使用できる機体を目指していた。開発は1941年から開始され2機の試作発注を受けた。しかし、会社規模が小さいためにもともと機体製造能力が低かったブルースター社であったが、 この頃には深刻な経営危機に直面しており、新型機の開発に咲くことのできる実感が限られていた。このため、試作1号機は開発を開始してから2年後の1943年4月にようやく完成した。そして、完成した試作機は軍の期待した性能を発揮するには程遠いものであった。テストの結果は散々なもので。 飛行時の安定性が不足していた上に速度性能等も満足な数値が出せずパイロットの指摘した一番の問題はカウリングを囲むように配置されている排気管からの排気炎がひどく夜間飛行時には目の前に炎の輪ができて前が何も見えないことであったという飛行性能の低さの原因は機体重量に対してエンジンが明らかに馬力不足なことで ブルースターではエンジンを P&WR-4360 ワスプメジャーに変更することを希望したが、すでにこの機体に興味を失っていた陸軍は、その要求には応じず、加えて、ブルースター社への支援を海軍が放棄したために機体を回収する余力がなくなったので、本機の開発は試作機2機をもって中止となり、製作された機体はスクラップとして処分された。 結局、この機体がブルースターエアロノーティカル社が開発した最後の軍用機となった。ありがとうございます。